神様って取り戻すように、これ地声、何これ、うるさお帰りなさい。ということで本日のリアクション動画はうるさんのそれはいと呼ぶなら、ザ・ファーストウィークバージョンでございます。もうお帰りなさいっていうのはさ、あの前回のですね最下位という楽曲でリサさんと素晴らしいデュエット見せてくれたうるさんなんですけれども、今回ソロでの出場となります。待ちに待っておりました。ちなみにこちらの楽曲は私の大好きな二宮さんが主演のマイファミリーというですね、まあ、ドラマの主題歌だった楽曲でございます。さあ、それを愛と呼ぶならそれって何なんだい、じゃあそれを愛と呼ぶから何なんだい、どうするんだい、うるさんどっちなんだいってね、うちなる中山きんに君が叫び出す前に本日の音楽のレッスンスタート、参りまーす。このピアノアレンジ半端ねんだよ、うるさー。このさ、髪の毛とさ、ヘッドホンどうなってんだろうね、うるさんすいません。かけ違えていたボタン一つずつ下から順に外してもう一度重ねてゆく、君がくれた時間と温かさをこの胸が教えている。無理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 。これさ、MV さ、一回見てほしいんですけど、あの、ま、簡単にストーリーを説明すると、男女がこう、幼馴染が男女がいて、まあ、この二人は結ばれるわけなんですけど、結ばれたんですけど、男側が一回、ちょっとアル中で闇落ちしちゃって、もう、なんか奥さん子供できてるのに、ファンとかってちょっと暴力振るって、でもなんかいろいろ改心して、最後巡り合って、ギュンってなるっていう物語なんです。だからさ、まあ、そうやって、すごい大切な二人だったのに、幼馴染の、もうボタンかけ違えちゃって、今こうやって、ほつれたものを直そうとしてるっていうパートなんですけど、そんなシーンをどうやってうるさがこう表現してるのかってことをちょっとマジ10箇所くらい止めていくんで覚悟してください。頭から持っていきます。かけ違えていたボタンストップボタン、ボタンの、お、何このボタンの味、何かけ違えていたボタンボタン、なんかさ、ちょっと奥に入るの分かる、しゃくりはしゃくりなの、ボタンの中にボタン、あーってさ、奥に行く響きがさ追加されるわけよ。だからボタン一つでこんなに味が出るのはもう本当にどういうことですかって感じでございますね。かけ違えていたボタン一つずつ下から順に外してもう一度重ねてゆく、重ねてゆく、できない、重ねてゆく、なんかさ手をさ鼻に抜いてるの分かるかな、重ねてゆくの手、もう一度重ねてゆく、てゆく、君がくれた時間と時間と時間とじゃなくてさ、時間ととできない、ちょっとなんか奥にキュッて入るの分かるかな、響きがギュッて入るの、君がくれた時間と温かさをこの胸が教えてこの胸が、なんかちょ同じ音程の動きなさんだけどな、この胸が鼻に抜いてるからかな、この胸が、空が青いとか長咲くとか、空が青いの青いさ、コロコロコロって音程転がったの分かる、空が青い、空が青青青、空が青いとか、レレレ、これすぐそばにあったこの幸せのあたりにさ、メロディーラインがすごいうるさんっぽいんだよね。この幸せ、このさ、脳の、この脳のさ、この感じがもううるさん的なうるさんメロディーなんですよ。このうるさん。わかるでしょ？このさ、のー、このさ、あの、待ちビブラートとかって言うんですけど、まっすぐに入ってからビブラートみたいな、美しく丁寧なんですよ。感じてるよ。余韻の神様って感じ。守りたいものがあると、そこに未来があるんだと、君のいる場所まで迎えに行くから。このさ、絵とかはさ、裏声なのかな？ちょっと聞いていい？向かい、絵の絵。裏声かな、裏声にめっちゃウィスパー混ぜ、あの息混ぜてる感じかな。雨風に打たれて
うわー、うるさってさ、ほんと地声と裏声とミックスが分かりづらいんですよ。分かんないんですよ、全然。裏、裏かな。ロボロになったらで、タで戻ってきた感じするんだよね、地声に。そしてさ、やっぱさ、不格好のさ、この落ちてきたところさ、丸みのあるウルトーン、分かる？これもうるさにしか出せない声じゃない？これ、不格好。今のさ、半音だからさ、このかこの半音もウルさんっぽいんだよ、そこメロディーライン。さあ、のシャープがもう。待って。そこにあるんだよ。下がね。そこにあるんだよ。F3、ファの音まで落ちてきてるね、これ。低い音ってことね。一人で歩いてきた顔をして。失いかけてから、ようやく目を覚ました。そばにあった存在の、その、オーバーカモノだ。なんだこの深みは。オーバーカモノだ。初めて知る自分の弱さとか、隠しきれなかったこの幼さも、きっと君は知っていたんだろう。知っていたんだろう何？知っていたんだろう何？知っていた。知ってろ手はもう、てって感じで、もう飲み込むようにするで、いわ、いーた、いーたでエッジボイスで、そこからビューンヒョイって感じで、もううちなるハワイユニークレンジャーがもう本当に。きっと君は知っていたんだろう、それでも信じてくれたこと。で、もう本当に MV を見てほしいんですけど、この男側はさ、アルチューでこう闇落ちしちゃってる中、そんなのここで信じて待ってるわけないってさ、ここだけ聞くさ、すごい都合がいいさ、お話に聞こえるんですけど、そうじゃないのよ。この女の子がね、幼い頃に、この男の子に、助けてもらったことがあるの。救われたことがあるの。自分の人生を、命を。で、だからこそ男の子のその弱いところも、こう、受け入れて待ってるわけ、信じてるわけ。そうなの。そういうことがあるのよ。行くよ。返したいものがあると、見つけたいものがある。え、一文字入ってなかった？君のいる場所まで。雨風の目半端ねえな。雨風でタララってさ、強く行くならわかるんですけど、こう、へっって、この、な、へっって抜くことで、感情をゆってやるっていう、この言うしか言ってないんですけど、まあ、独特ですよね、本当に。うるさんならでは。でさ、そしてこの伝えのタでさ、もう私たちの心を殺しに来るわけですよ。伝えに行くよ。見落としてきた涙もすり替えてきた感情を取り戻すように。これ地声何これ。取り戻すように。うわー、どっちだろうな。ここが裏声なんだよね。これも裏声。わかんねえな。中間かな。支え合える喜びも、分かち合える悲しみも。もう、わとかさ、エッジボイスだけなの分かる。分かち合える、わくち。分かち合える悲しみも、いつの日か揺るがない形になる。またファンのシャープ来たでしょ、今。世界中を探しても、ここにしかないもの、それを。はい、というわけでですね、それを愛と呼ぶならの、それの内容が出てきました。これ国語の授業みたいになっちゃうんですけど、
支え合える喜び、分かち合える悲しみ、それがな、揺るがない形になって、世界中を探してもここにしかない。もうどこにもイタリアに行っても、もうロシアに行っても、どこにもない。ただもう、あなたと私のここにしかない。あなたと私の間にあるもの、それを愛と呼ぶならさ、それを愛と呼ぶなら、どうするんでしょうかというのがこの後のパートに来るんじゃないでしょうか。守りたい。一ボイス。だそうですよ。はい、というわけで、あなたと支え合える喜び、そして分かち合える悲しみが揺るがないものになったのならば、あ、それを愛と呼ぶならどうするんですか。守りたいものがある、そこに未来がある、君のいる場所まで迎えに行くからと言ってるわけですね。さあ、今はっきりと言える、なんて、大切な人、なんて、いつまでも僕のそばには君がいてほしい。だそうです。ちょっと待って、君がいてのがのさ、息度合いすごくない？君がいてほしい、君がいてほしい。決してさ、強い表現は使わないの。弱く、そして息をたっぷりすればするほど強い感情をこう伝えることができる。それがウルという歌手なんじゃないでしょうか。待って、ピアノの方素敵、お名前はトーミヨウさんという方らしいです。ナイスコンビネーションでございます。はい、というわけで本日のレッスンは以上です。それを愛と呼ぶならぜひファーストテイク、私の邪魔が入らないところでゆっくり聞いてください。お知らせね、結構邪魔だったけどとってもいい解説だったよという人はぜひチャンネル登録といいねして、また次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。